マジでお願いします。結構確率高かったからね。だって新年明けましておめでとうございます。2022年一発目の動画はガチャ動画です。気になる結果はいかに。そこまで引きたくないのに。はい、じゃあ行きます。お願いします。今日村正樹の NBA TV。 はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。今日村正樹です。今日も元気に NBA 2K モバイルやっていきたいと思います。はい、ということでね、今回、事情によりこの動画が多分、新年第一発目となっておりますのでね、皆さん明けましておめでとうございます。はい、本年もぜひともね、お付き合いよろしくお願いいたします。本年もね、 2K モバイル、中心にね、動画の投稿をしていくと思いますのでね、本年もよろしくお願いします。はい、でまあ新年一発目なんで、なんかおめでたいね、おめでたい動画で始めたいなと、景気よくパーッとね、行きたいなと思いまして、今日はね、まあ、景気よくパーッとと言いましたらもうこちらですね。はい、ガチャ動画でございまして、ちょうど今ね、ニューイヤー2022の、パック来てますんでね、まあ、せっかくなんでこれ、今日は引いていきたいと思います。はい。では、お願いします。今日村正樹の NBA TV。はい、で引いていくんですけど、ちなみにまあ今コレクションから、追加されてるんですが、ん、ちょっと待って、来てますね。これババンと全部で16枚ですね。はい、でこれはイベントで報酬では来ないんでやつで、まあ例によってね、まあドラフトピックからこれ引けます、一部。はい、私はもうすでに引いてるんですけど、エメラルドで言うと、ディアロン・フォックスですね。はい。そして、カペラ。これは、ドラフトピックから来ます。はい。で、私まだ引いてないんですけど、ルビーのエンビード。それから、アメジストのドミニク・ビリキンス。こちらは、多分ね、期間はね、いつってね、運営の方もなんか書いてなかったんですけど、まあ、おそらくいつも通りで言うと、このガチャがあと6日と13時間になってるんですね。まあちょっと、投稿する時期によっては変わりますけれども、まあこのガチャの残り期間までは出ると思うんでね、それ以降はちょっと分かんないんですけど、まあとりあえずこのガチャの期間は必ず出ると思いますんでね、だからその間にドラフトピックをぜひぶん回して、より多くのね、カードを皆さんゲットしていただければと思います。はい。でただ他にもね、先週カードこういっぱいいるんですけど、それはガチャからしか出ないということで、じゃあそちらを見せていきましょうか。はい、いきます。ニューイヤー、まあ、セレブレーションっていうのもう一個あって、こっちは450コインで引けるんですけど、まあ外れる可能性もあるよっていう。ただ一個は、なんだっけ、2022のコレクションアイテムがもらえるよっていうやつね。コートサイドパスでそのうちあれなのかな、今回みたいに、今回のウィンターコレクションみたいに、多分なんかもらえたりすんのかな、多分なんかそれありそうだけどね。うん。まあ、とりあえず僕が引くのはこのニューイヤー2022ってやつで、まあ、限定のニューイヤー2022テーマカードで新年を迎えよう。まさにね、新年一発目にふさわしいですね。限定カード作成用のニューイヤー2022コレクションアイテムを含みますということで、まあ、外れてもコレクションアイテムは一応もらえるということなんですけど、まあ、確率見ていきましょうか。じゃあ、ドドンと。はい、まあ 6%、 オニキスが 6%、 アメジが 10% っていうことなんですけど、まあアメジ以上じゃないと俺にとっちゃもう外れですね。うん、ルビーでも外れなんですけど、まあもちろんエメとサファイアはもちろん大外れなんですけど、でまあ狙ってんのは、まあアメジ以上だったらもう何でもいいです。もう高望みはしません。何でもいいですけど、ただまあドミニクはまあドラフトボードからもね、先ほど言いましたけど、ドラフトボードから出ますんで、まあドミニク以外の、まあアメジ、期待したいかな。まあ中でも、まあアメジだったらクレイだったらまだ嬉しいかな。うん、カリーとコンビ組めるんで、パ的にね、ゴールデンステートパで、ちょっとカリーとスプラッシュパを組めるんで、それはちょっとやりたいかなと思っているんで、クレイでも嬉しい、正直アメジだったら。うん。で、まあオニキスは何でもいいですけど、まあ、ラメロもいいし、ラメロも3ね、入るし、ヤオミンもね、うん、KG、
AD とね、まあこの辺、まあ鬼騎士だったら本当何でもいいです。はい、ってことでじゃあ引いていきたいと思います。で引くんですけど、ちょっとねお金がコインがね3250コインとあと2000コインほど足りませんので、そちらちょっとババンと買っていきましょうか。でちょうどダッフルですね、1220円課金すれば2000コインゲットすれば3250コイン超えるんで、ちょうどいいんでね、ダッフルだけじゃ買います。はい、これ新年一発目の課金ですね。はい、じゃあ同意します。はい、じゃあちょっと買ってきますね。はい、買いました。超ブラマだけしの NBA TV。 はい、ということでね、ガチャ引けました。あ、購入しました。ガチャ引けました。はい、ということで、コイン購入いたしました。はい、で1個買いましたね。はい、これ買いました。はい、ちょっとすいません、画面が多分ちょっと途中で消えちゃったと思うんですけど、ちょっとね購入中になんかエラーが起きちゃって録画できなかったんですけど、確かに買いました。はい、で買うとなんかあれだね、毎回なんかフリーギア1個だけ引けるんだね。これもうどうでもいいけどね、これどうせなんかあれでしょ、もうコモンでしょ、コモン。ほらもういらないこれ。余裕でいらないんですけど、毎回ついてくるんですけど、これ買うと。はい、じゃあ3250コイン以上になったんでね、ほんとちょうどだね。はい、じゃあ聞いていきましょうか。はい、じゃあ先ほども言いましたように狙いはもうとりあえずアメージ以上、まあアメージ 10% なんでね来ると思うんですけど、まあその中でもアメージでもまあクレイ・トンプソンが一番来てほしいと。でオニキスだったらもう何でもいい。ルビー以下は正直外れ、ルビー以下正直外れですね。特にエンビードとか当たったら、多分エンビードは出るからね、ドラフトピックで俺引けるから。いや、ドミニクはもしかしたら引けない可能性はあるんだよ。ぶん回すけど。ちょっと今回期間短いんでね。この前だって、冬パン時は2週間ぐらいあったじゃないですか、期間が。今回短い。てか、ガチャの期間が短い。なんだろう ?2 週間出るのかな、ちょっとその辺わかんない。俺もさっき、1週間出るって言ったけど、まあ1週間は出ると思うんだけど、それ以降は出るかね。ちょっとグレーなんですけど。まあいいです。ちょっとやつ、じゃあね、お正月記念ということで、じゃあ引いていきましょう。じゃあ行きまーす。トン。さあ来ました。2022ってもろ書いてありますね。はい、じゃあ行きますよ。右上光引きやろっか。じゃあ新年、今年もね、トン。さあ来ました。お、なんか上から雪が降り注いでる。これは確定演出なのか、それとも毎回この演出なのか分かりませんけど、じゃあまず右はコレクションアイテムですね。そしてお願いします、マジでお願いしますよ。結構確率高かったからね。だってアメジで全部 10% でしょ。でオニキスも 8% だから 50% ぐらいは多分あるんじゃないかな。 50% ぐらいはアメジ以上の確率で、マジでお願いします。いきますよ。いや、こっち1220円課金してっかんね、マジで。特にそこまで引きたくないのに引いてっかんねって言っちゃうとあれだけど、はい、じゃあいきます。お願いします。来い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 、よし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 よっしゃ、俺の中である意味当たり、コンビ決める。これでカリーとコンビ組める。